皆さんこんばんは、ハリキです。今回はスマブラデラックスやっていきたいなと思います。で、これさ、気づいたんだけどさ、これ R スティックってか C スティックだっけ ?C スティック回すとさ、こんな感じになるんだけどさ、すごくない?さっき気づいたんだけどさ、これ需要あるんかって思ったんだけど。あ、酔うな、これ目がチカチカする。で、今回はなんか、なんだっけ、レギュラー戦のアドベンチャーってやっていきたいんだけどさ、ストーリーモード的なのってこの当時あったんだっけ?待って、ベリーイージーじゃなくていいんだな。ノーマルで。ハードやってボコボコにされたからね。はい。なんだろう、単純に気になるな。キノコ王国。うわ、なんか本当にスマブラ X 感がすごいな。スマブラ X のね、悪の使者っていうゲームがね、すごい神ゲーだから。うわ、クリボー動きがすごい、なんか、可愛いって感じするけど。うわ、音の割にしょぼくない威力。うわ、ピヨ、びっくりした、お前キノピヨ。なんでヨシが敵なんだよ。お前も敵か、お前。キノピオ、お前に言ってんだ、お前。ちょっと、許して。なんでヨッシー敵になってんだ。一緒にタカタカってきたじゃん。覚えてないけど、僕は。OK、進める。このキノピオは何やってんの。うわ、これあれだ、奥マリオゴルフだ、多分。マリオゴルフやったことあるけどないんだよな。はい。ゴール?急に終わった。ん?急に始まるのやめてほしい。またここ、あれか、64の城か。ピーチ城だな、多分。またこれ、俺曲セレクトみたいないかな ?X からだって、それって。待って、俺曲セレクト僕割と好きなんだけどさ。なんだ、その青いボタン。透明になるとか、あるそれ。本当に何のボタンかわかんない。待って、リンチになってる。出せね!こいつら、悪者だ!あんな顔しといて。悪者だ、あいつら!許せねえ。俺はお前らを許せねえってやつだ、これ。今、縦にしたな、お前。やったな、お前。お前は元からそのやつだと思ってた、僕は。信じてた、お前のこと。まあ、でも割と強くない、これノーマルだぜ。もう別に大したことなかった。なんかでかくね?急にでかく、ちょっと待って、見ないうちにでかくなってる。危ね。勝った?勝った。え?とりあえず悪者を成敗した。今後じゃ、あ、こんな感じなんだ。てかなんか、文字のフォント好きだよ。まあ、ドンキーコングやりたいなぁ。ドンキーコング64とか、ドン、ドン、ドンキーコングってやつだって知ってる。はい。ドンキーコング僕マジでやったことなくてさ、え、あるっちゃあるな。Wii のドンキーコングリターンズってのはやったことあるな。友達から借りて。あ、それやばい。待って、曲いいな。てかみんなさ、ゲームの貸し借りとかしなかった?なんか今の子供ってゲームの貸し借りとかしないのかな?やっぱり今、オンラインゲームっていうかダウンロードゲームがさ主流になってるからさ、まあフォートナイトとかがいい例だよね。オッケー、僕 PK フリーザー当てるのめっちゃ前からね。ほら、うわー出た。なんかでかくね、気のせい。いや気のせいじゃない、でかい。お前はでかいよ。家入れないそれ絶対。ドンキーコングリターンズな、懐かしいな。あのトロッコめっちゃ好きだったな。オッケー、怖いよ。ドンキーコング、初代ドンキーコングで確か今ね、スーファミ?あの、ニンテンドースイッチオンラインのやつで、タダで確かできるから、タダって言い方あれだけど、無料でできるらしいから、やりたいよね。なんだお前、チャッピー?誰だっけお前。確かジョイさんと一緒にいたよね、ジョイさん。てか、ジョイさんあれって、何、めっちゃ、双子っていうか、何都合なんだろう。めっちゃ、やべ、これやべ。やばいな、ちょっと待って。状況一回整理して、オッケー。勝った!吹っ飛ばなすぎ!これ来たでしょ?やばい、フラグが立ってめっちゃ。勝ったー。これ、まだか。よし、オッケー。めっちゃ強いんだけど、ドンキー。迷宮。これ何?あ、ゼルデンか。今、左に回ってたなんか、アイコンで見つけたんだけどさ。あー、なんか狭いんだけど。なんか嫌い。急に広いのは違うじゃん。いや、てか、キモくなんかこれ違う、これバイオハザードじゃないの?待って、これ、カメラがなんかやだ。アングルっていうか。待って、これどうすればいいん?どうすればいいん?崖つかまれ?崖つかまれ?あっちだな。食べないで。お願い。まだ若い男の子なんから。うおぉ。お前、罪ポケモンじゃん。あ、違うな。ポリゴンってあれか。お?うわ、ゼルダだ。ゼルダじゃない、リンクだ。僕、リンクね、さ、これ前も話したんだけど、あれだな、僕、昔ね、このゲーム遊んでた時に、それ、よし。昔、この友達の家で、このゲーム遊んでた時はね、青のリンク使ってた。
それだけ。勝った。剣よりもバットが強いから。出直しとかお前バットに持ち帰って。マスターソードとかいらねえからそんなん。ガンなんなん、キモい、ちょっと違和かと思った、やめて、ちょっと声が裏返ったし、本当にもうこのゲームすごい素敵ですね。ゼルダだな、これこそ本当。え近かった。トライフォースだからゼルダかと思ったんだけど。全然違ったな。さあ次なんちゃらほい。本当にゼルダだし。いや、拾おう、お前。めっちゃこのステージ有効に使えんじゃん。やったじゃん、お前。でも僕さ、ゼルデのさ、時岡 3D、あれさ、なんだっけ、なんとか族、なんかゴロン族だっけ、あそこで積んだな、僕。あそこでよくわかんなくなって、積んだイメージがある。うわ、シークになった。シークって結局何のゲーム出てくるんだろう。僕一回見たことないんだけど、原作で。おい、逃げんな、お前。体勢を立てな、やばいもん持ってんな。ただしかし、早かった。なんだと、お前。これがシークのパワーか。それ、地雷。見えない見えない、それ動画的に良くない、僕がなんか勝手にやられてるみたいじゃん、なんかワンピースじゃない、ドラゴンボール見てるみたい。貴様見えないのか、これが私の実力だみたいな。ちょっと待って、僕ドラゴンボール実はあんまり知らないんだな。だからドラゴンボール一番好きなキャラクター、魔人ブーです。はい、やるやん普通に。はい、食べちゃおう食べちゃおうってやつ、いきます。ここ今ハエに当たった。うわ、えやられた。あ、これどうなる、しますか。させてください。こっからか。トラウマが残ってるんですけど。今見たことないところ出てきたしね、普通に。もうやっとここまで来た、マジで。超時間かかったよ。2回もコンティにしたわ。なんかね、さっきね、一発でこいつにたどり着けたの割とまぐれらしかった。めっちゃリンク倒す必要があったらしいからさ。いろんなルートが分岐されてたみたいでさ、ちょっと分かってほしい、この気持ち。待って、こいつ普通に強いんだ、しかも。これノーマルモードだからね。だって人生イージーモードもなんちゃらかんちゃらって誰が言ってたの。それ取られたまずい。取られたまずいよ。さあ来い。伝説のポケモン、火の子、火の嵐。そのモンスターボール僕のもの。菜の花？じゃあいいかな。避けた！あんな身のこなしあってさ、リンク助けてって言ってんだぞ、あいつ。許せなくね、普通に。てめえ。僕も 200% っていうもう致命傷なんだけど。ここ！やったやっと勝ってたんだけど。ブリンスターメトロイドだ。すごい大変だった。メトロイドに関してはマジでやったことないからな。メトロイドってファミコンだよね、確か。あ、ぶね。メトロイドのさ、こいつの中身、サムスの中身がさ、女性だってことを最初知った時めっちゃ驚いたんですけど、ちょっと待って、それより僕めちゃくちゃタコ殴りにされてんですよ。やばいな、なんかチャージしてんな。ここ！あいつバカだぜ。なんだと！許して許してください、許して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 許せ僕を。待って、うわ、測った。おいおい、さっきまでニスはどこ行った。文明の力、え、何待って、コードレッド。上に行けってこと？なんか下からマグマが押し寄せる的な感じだとしたら嫌なんだけど。おお、もらっちゃおう。今、ヨッシーアイランドのやつだな。今見たことある。確か5面のボスじゃなかったっけ？ 5 面か6面。雪のステージのボスなんだよ。はい。待って、これ、これ時間以内に行けってこと？いや、行ったでしょ、これ。待って、おお、よかった。今、時間見なかったらやばかったな。え？え、地球滅んだけど？え、演出神だろ？え？演出めっちゃ好き。もう地球とかいらなくね、ぶっちゃけ。グサーングサーンですね、オッケー。いきます。カービィさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。無敵時間。くっそ、お前ストーン使ってたやつはな。
良くないんだぜ。いいんだけどさ、昔はさ、ストーンって本当に守りだけだったからさ、格闘への道でさ、ストーン使ってさ、ずっとこもってる人がいてさお前もうちょっと少しは戦えみたいな感じになってなかった？昔僕だけかな。それに比べてリーフカービィよ。リーフカービィはね、自分の身も守れるし攻撃も徹してから、やっぱりリーフカービィでしょ。あれよりよかったね、自滅してくれた。なんかなんかカービィ以外にいないよね。この頃まだメタライトとかいないから。はい、どうなるこれ。演出？え、待って、なんか3人ね。わあ、軍団か。お前だけだと。ゴリラ。じゃあな。なんか自滅してくれた。ありがとう。コーネリアか。宇宙に行く感じだな。スターフォックスとかやったことないんだけど。うえ、よろしく。まず先制攻撃。またの名を不意打ち。あぶねえ、よく避けた。逃げんな、おい、キツネ。どうした急に。急にイージーモードになったんだけど。獲物を見つけた。うわ。足でまといになるなよ。これ演出毎回神じゃない。これってファルコっているっけ。これ宇宙に行くでしょ、多分。違うかな。ほら、ファルコは。あれ、フォックス、あれなんで、お前さっき死んだはずじゃん。さっきのは仮の姿ということか。なるほど。その服を着ないとお前は本気出せないって感じだな。わかる。カラーバリエーション違うとなんかやる気出ないよね。ちょっとおかえ。おい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 、何援護射撃してんだお前。サシでやらせろ、サシで。うらい。こっちにも置くのって、おえー。そんなものか、フォックス。手応えがねえな。ポケモンスタジアム、はい、神。神すぎるけど、穴怖すぎるだろ、普通に。てか、下の階層とか絶対見えないでしょ、これ。ピカチュウ、かーわいいね。ポケモン勝負で行こうぜ。うわ、一番強いやつ来た。やった。オッケー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 。本当にほとんどポケモンだけで制したんだけど。F0 だ。F0 グランプリ。お、レースゲー。いいよ、任せて。え、本当に、あ、本当にレースになってる。よろしく、ファルコ。お前最近ラーメン食べてめっちゃ話題になってるじゃん。最近じゃないけども、割と前になっちゃったな。メンメンだっけ？メンメン参戦の時。来るな。来る来る来る。お前いいのか？お前それで。お前はいいんだな、それで。お前それでいいんだな。よ、じゃあいいよ。うら！またポケモン、ポケモン、ポケモン。待って、聞いてない、聞いてない。何も聞いてない。ちょっと待って、ゴー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 。ゴーバケーション。お、やった。とどめ！何？何？やられた。ファルコン、ケン。ファルコン、ファルコン。ファルコン、目つぶし。あ、これやばくね？頼む、届け。よし、まだいける、まだいけるよ。おい、ファルコン、ファルコンバッチ見せてやる。うえー、やったぜ。ファルコン飛び蹴り。普通に、うわ、オネット。故郷受けました、故郷。いや、マザーシリーズ一回もやったことないからさ。いすぎじゃね。これ、町の子供たちってことでいいの？これ、解釈。めっちゃシンクロしてるもん。シンクロ率 125%。てれれてー。てれてて。だってマザーって神曲多いじゃん。アイシクルマウン、うわぁ！なんだっけ、アイスクライマーだ。アイスクライマー、マジでやったことあるけどないな。上に登った感じでしょ、とりあえず。うん。つい原作再現だ。あ、早くね、早くね。ちょっと早くね。うわ、びっくりした。いや、もう急に出てくる。不意打ちされた。アイスクライマーって2対、2対1だからね、これ。で、2、3、6で、もう6対1だからね。今4対1になったんですけど。でも冬ってあれだよね、なんか。冬の雰囲気好きだけど嫌いなんだけど。一番好きな春なんだよな。そういう人多いでしょ。夏より冬だけどさ。冬より春、なんだかんだ言って春だよな、やっぱり。
秋もいいんだけどさ、なんか秋ってさ虫いっぱいいるからな。春はだって風とかあったかいしさ、いいよね。なんか僕秋マジであんまり好きじゃない。オッケー、まだなんかある。終わりっぽい。戦場やってありますか。いきます。いや待って、なんかタブーみたいなの出てきてる。大丈夫これ。なんか虫キング思い出した。しかも待って、強い。待って、もう 73%。 あかん、舐めたらあかんってやつだ。ポリゴン頼む、ポリゴンショックだ。いけ、視聴者を困らせろ。危な、待って、あかんあかんあかん、リンチされてます。最悪。オッケー、黙々とやっちゃった。むずいんだよこのゲーム。いやこれ忘れないでほしいんだ、これノーマルだからね。ハードじゃないよ、ベリーハードでもないよ。お、え、マリオ何急に。メタルマリオか。ただなんか大したことはなさそうだな。マリオさんよ、お前よ、さっきは3000入れてくれたじゃないか。2対1でルイージとお前、もう1時間ぐらい撮ってんだよ実は。実はね、ここだけの話。動画だとどうなってんのかな、めっちゃカットしてんのかな、覚えてない。よし、なんかあいつ自爆してくれた、ありがとう。終点だって、マスターハンドじゃね。クッパだと、なんかバリエーションおかしくね、カラーバリエーション。ここいや、ギャップ萌えがすぎるだろそれ。やばいやばい、助けて。やぶねえ、いきます。勝った、オッケー。これは多分ギガクッパってやつあるな。コンティニューめっちゃしたからね、ぶっちゃけ。えぐい数したから。あれ？確かギガクッパってのが来んだよな。ネタバレ申し訳ないんだけどさ。あれ？来ないっけ？お、おっと、あれ？じゃあギガクッパって何なんだろう？終わった。クソほど大変でした。かわいい。もっと文字でかくてブクねって思ったけど、なんか後ろにやばいのいいんだけど怖くね。